は前に文庁もしてて結構歴も長かったんですけども、そこではそんなに勉強するというよりも日々患者さん忙しい中で患者さんをたくさん見て日々を過ごしていくっていう中だったんですけども、勉強していこうと思った時にいい環境というのはなかなかなくて、でその中でいろんな先生に聞いてるとここがすごく勉強できるよってことを他の先生に教えていただいて、でその紹介で来させていただいたんです。勉強会って結構1日かかったりとか、土曜日にあったりとか、なかなか前の病院では休んでいくとかできなかったんですけど、ここだとその分勉強するために休んで代わりの日に出勤してという形で好きなだけ勉強会にも行きますし、そして偏った勉強ではなくてもういろんな勉強をして、でそれで大きく成長して患者さんに還元したらもうそれがいいっていうことを常に推奨していただけるので、なのでもう本当にどんどんどん勉強してみんなで切磋琢磨していくことができるという環境です。もともと僕口腔外科の方にもともと大学病院に登ってたんですけれど、その後やっぱり矯正だったりとか心理的な、治療っていうのをちょっと学びたくて、でそれが非常に経験が多くできるっていうのでこちら、選ばせていただいた理由ではあります。自分が実際に臨床に出て分からない部分っていうのは当然出てくるんですけれど、その時に得意分野それぞれ、私の場合は口腔外科なんですが、矯正だったり心理的な治療であったりそういうことを得意なドクターそれぞれいるので、それに応じてすぐ相談ができるっていうのは非常に有益なことだと思います。こちらに座標をしていくと思うんですけれど、この黒い部分というのはお鼻の空洞になるんです。多くの病院は院長先生の見学アシスタントであったりとか、なかなか自分でさせていただくということが少ないと思うんですが、ここはしっかりと自分で学んでできるという自信があればさせていただきますので、そういったところが他の病院とは大きく違うんじゃないかと思います。保険から自費から本当にあらゆる患者さんがたくさん来られますので、1日に、かなりの患者さんの数を見させていただくんですが、本当に見ない症例はないぐらいたくさんの症例を見させていただいて勉強になってます。今日治療させていただきましたのが左下の奥から2番目の肩、左手で肩への腰を持ちます。理事長先生は僕が出会ったことないタイプの先生で、初めて会った時から思ったのが本当に腰が低くて患者さんにも優しくて、僕らドクタースタッフにもすごく優しくて、で例えば僕が何か大きなミスをしたとしても、その時も特に怒ったりせずに笑いながら包み込んでくれる、すごく器量の大きい尊敬できる先生だと思います。もともと勤務医で働いていると自分の自由に時間を使ったりっていうことっていうのはなかなかできないと思うんですね。ただこちらの新歯科医であればドクターが非常に多いので、ある程度融通を利かせて時間を作ることが可能になってくるので、自分の好きな勉強または、私の場合家族がいますので家族の時間っていうのもしっかり取れる、それが実現できる職場ではないかとは思います。ドクター同士も非常に仲いいですし、仕事終わってからの、コミュニケーションだったりもしくは勉強会だったりとか、そういったものも定期的に、させていただいています。福利厚生も、すごくいいと思いますし、勉強会も、委員が負担してくださりますので、そういった、個人的な負担というのも、ほとんどないかと思いますし、給料に関しても、すごくいいのではないかと思います。あとはもう自分の頑張り次第で理事長はそういったところを見ていただける方だと思いますので、自分の頑張り次第では高収入も、十分に可能かと思います。ここでは本当にいろんな選択肢を自分で選ぶことができるので、自分のなりたい歯科医師像というのを自分で選択していくチャンスが大きく広がっていく、本当に僕自身がここに来てそれをすごく実感しているので、なので一度ぜひちょっと見学に来ていただけたら、その辺のことはしっかりと見ていただけて、で分かっていただけると思いますので、一度見に来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
こちらは非常にやりたいこと、勉強すごくできる職場だと思います。でもし今自分が何をしたいかっていうのを非常に悩まれているということであれば、いろんな意見を他のドクターから聞くこともできますし、自分の迷いっていうのがなくなってくるというのもあると思いますので、ぜひとも一緒に働きましょう。新歯科医ではたくさんの患者さんが毎日来られ、日々、診療しております。やる気のある先生方がおられましたら、ぜひ一緒に、勉強しながら診療していきましょう。よろしくお願いします。に来ていただくと、絶対に矯正歯科とインプラントができるようになるんですね。で、矯正も普通は2年も3年もかかりますけども、うちの場合もうたくさん矯正やってるので、新歯科全体では3000人か4000人ぐらい現在進行形でもやってるので、絶対に矯正をやる機会があるというか、やらざるを得ない状況でもあるので、絶対身について教えてもらえるし、インプラントもできるしですね。で、講習会の費用につきまして全額出してまして、交通費からホテル代までね、全部出してるんですね。しかも週休3日であって、非常に働きやすいと。僕自身も全然こう勤務の先生あんまりうるさいことも言わないので、働きやすいところがいいかなと思ってます。あと収入面はね、ぶっちゃけ勤務によって差はあるんですが、高い勤務ですと開業医の、2倍3倍ぐらい出してる勤務もありましてですね、できるようになれば、仕事ができるようになれば、収入面はね、収入面だけがあれじゃないですけども、収入面もいくらでも上げることは実際にできますですね。だから仕事の働きやすさっていうのは、仕事自体の内容とね、もちろん収入面と人間関係だと思うんですね。で、うちはもう絶対3つともいいので、別に東京から来ていただいても全然かなり働きやすい、いや本当に働きやすくて居心地がいいんで、結構ほんまに長くいていただいてますね。はい、明確な理念ありまして、技術と愛情っていう理念ですね。で、技術っていうのは、素晴らしい治療技術、世界最先端技術を学んで絶対に患者さんに貢献すると、患者さんに貢献しないと我々の存在意義はないということはね、本当に朝礼で毎週言ってるんですね。もう一つの愛情についてはね、僕たちは医療人なので患者さんに愛情を注ぐのはごくごく当たり前なんですが、スタッフ同士の愛情を注ごうということを常に言ってるんですね。勤務医もそうだし、スタッフ間もそうですけどね、絶対愛情を注いでやるということを何よりも考えてます。で、私が勤務医を持っているのは、やっぱり勤務医の方にね、幸せになってもらいたいと、来てよかったと思ってもらいたいというかね、絶対にその人の、幸せのやっぱりこう考えていきたいというのが理念ですね。はい、今就職迷っておられる歯科医師の方たくさんおられると思うんですが、私ども委員はね、本当に来ていただける歯科医師の方を幸せにしたいという思いが強いんですね。その方の希望を叶えたい、それは治療の技術面はもちろん絶対叶えられますが、それ以外の患者さんとの接し方とか人間関係もね、絶対学べます。そして何より働きやすいですね。体も楽だし、絶対に来ていただいてよかったと思えることを目指しておりますので、ぜひともですね、全国から歯科医師の方を、のご応募お待ちしております。医療法人新歯科医では歯科医師の皆様のご応募をお待ちしております。お待ちしてます。